会長に言わあの伝えた方がいいって言われたんで伝えました。<laughs> <laughs> すぐに行きますね。ぶっちゃけ気持ち的には。まずは、えー、試合を終えた今の率直な感想をお願いします。感想。えー、あでもこういう有明アリーナという大きい舞台でお客さんがたくさんいる中で試合ができたことは本当に幸せでした。それが感想ですね。 では改めて試合内容について中身の方方総括の方をお願いいほう内容中身の方はもうちょいあの1回目のダウンとか、ね、あ,とあ,あとですぐ KO で終わらせたかったんですけどやっぱ相手もすごくディフェンスが良かったのでなかなか終わらなかったので途中から組み立てたというか5、6は相手の動きを見てスタミナを削りながら最後 7, ラウンドとかで7、8ぐらいかなで仕留めたって感じで。 まあ一応アーティスティックに倒そうとはしてたんですけど、結果的にはそんないいものを見せられなかったかなっていうのはあるんですけど、まあ、最終的に KO で倒したことは良かったですねお話にもありましたが、改めて3ラウンドのダウンシーン、奪ったシーンについて、えー、振り返ってください,いやここで倒したかったなっていうのは正直あったんですけど、まあ、逆になんか相手が立ってみんな喜んでたんで、多分もうちょい早くこんな終わんなっていう思いがあったと思うんで。 まあなんだかんだいい方向に捉えて良かったなって思いますね、はい。ありがとうございます。ではえっ、ー、と今後の展望について言える範囲でお願いいたします。まあ展望とかなんだろうな、なんかあんま細かいことは考えてないんですけど、やっぱ日本新史,史上初のウェルター級世界チャンピオンという目標を達成するために、とりあえず今日は負けなかったんで勝てて、フィジカルの強い相手に勝てたので、とりあえずそこはいい経験になったし、今後の展望はやっぱもうすぐ できればタイトルマッチが来ちゃえばやって早くウェルダー級タイトルマッチやってチャンピオンになりたいっていう気持ちしかないです、ね、3ラウンドダウン奪ってもうこれですぐ終わるのかなと思ってたんだけどあの辺のタフさというか帰ってきたじゃない、はいはい、あれどんな感じでこうあれあっからのラウンドこうやって,たのってたのあ,あのあかパンチはあんまり死んでなかったので強いパンチは打ってきたのでやっぱ どんな感じであの気を引き締めてやってましたね、ただ確実に自分のがあの時点で有利には進められてたので、まだ長いラウンドがあるので、気持ち的には、気持ちというか、有利にはな,り、ま、なって感じはありました、ねまあ今日の試合の中で、はいまあ、今終わったばかりだけど、はい、自分のこう、自分で感じているその成長点というかね、はい、手応えの部分はどの辺になりますかあ なんかちょっとずつ幅が広がってきたかなっていう感じはありますねだんだん試合で出せるようになってきたというか自分のパフォーマンスがでもまだ全然なんですけどやっぱ試合になるとすごい硬くなっちゃうところがあるんですけどだんだんちょっとずつ自分の実力が発揮できるようになってきたっていうところはありますねだからそれこそキャリアがちょっとずつついてきたって思います最後、リング上で英語で。 メッセージを言ってたけど、はい、あれよく分からなかったんだけどあ,あれはどう,いうどういうこと言ってるあれ <laughs> あれはですねあの、日本人史上初のウェルター級世界チャンピオンになる男だ覚えとけって言いましたなるほど最初はボブ・アロムさんにタイトル戦を訴えた最初はあそうですね会長に言わあの伝えたほうがいいって言われたんで伝えましたね <laughs> まあ今世界ランキング上位にいてまああの タイトル狙える1位にはいるんだけど、まだもう、上ル打球のレベルの高い中では、僕は見て、まだあのちょっと厳しいというか、課題多いと思うんだけど、自分自身は今ね、すぐにでもいけるっていうような発言してましたけど、その辺どんな気持ちですかあでも、すぐにいきますね、ぶっちゃけ、気持ち的には。というか、気持ちとか、いけると思いますよ。ただ相手がが強くくななれば自分もよくなるんですよパフォーマンスが 相手のレベルが上がれば上がるほど良くなるんで、いけると思ってます、自信はありますね。でも今日の内容はちょっと、あんまり良くなかったんで、あの内容はちょっときつかったかなって思いますね。いけるというさらに根拠、っは練習やっぱ練習とか、スパーリングとかはすごくいいんですよ、やっぱウェルター級世界チャンピオンだ、暫定王者とかと、海外でやったことあるし、全然通用したし、もっとミドル級世界チャンピオンともやらせてもらったし。 その肌感でいけるなって思いましたね、スパーリングでやって。えと今、これからどういうところを一番伸ばしたいっていうふうに考えていますか、今は。あでもやっぱり、海外で強い選手とスパーリングをして、そのトップのレベルとしスパーリングをして、いいス,スパーリングをしたいっていう感じですね、その対戦慣れのレベルアップをしたいですね。やっぱスパーリングとか 強い選手といっぱい、まだできてないので、海外の選手とは、これからも、やっぱり怪我とかがあって、なかなかいけない時期とかもあるので、そういうところや、レベルアップしていきたいですね、肌、肌感というか、その世界チャンピオンであって、慣れというか、あとあの、フィジカル的な部分ってど、どうですかね、今日ちょっと体つき、前よりちょっと変わったようにも見えたんですけど、<laughs> フィジカル全然やってないですよ、まだやってないですか。 やっぱ世界トップはもうみんなやってるじゃないですか、で強いんで、一番ナチュラルでここまでやってたんですけど、ちょっとやりたいですよね、その筋肉をゴリゴリつけるとかじゃなくて、ボクシングに使えるフィジカル、脚力とかスピードとかの、そういうボクシングに使えるあのフィジカルを本当世界に向けて、ここからやっていかないとだめだと思うんで、もう23になっちゃったんで、ここからどんどん上げていこうかなと思ってますありがとうございます。